ほーいほーい、ヤンモリフンミですと、皆さん、ドラッグストアとかホームセンターでこんなの見かけたことありませんか？キャットフード、もしくは、ドッグフードとか、これってなんか、美味しそうじゃない？もう見てください、このね、この肉の感じ。なんか何の料理かよくわからないけど、なんか美味しそうじゃないですか？と、そう思ったらですね、もうこれ、食べれるんじゃないか？って思いませんか？そう、多分ね、こう、ドッグフードとかキャットフードって、多分美味しそうだから、食べれると思うんですよね。だからね、今回は動物用の餌を食べていくんですが、まあ、せっかくなのでね、犬用の餌と猫用の餌って、人が食べたらどっちが美味しいのかなっていうのを食べ比べていこうと思います。はい、まず猫用の餌から開けてみたいと思います。おお。なんか見た目は、なんかシーチキンなのかなって感じなんですが、匂い嗅いでみますね。くっさ！独特のなんか臭さがありますね。人間の食べ物よりも匂いがきついです、これ。じゃあ早速食べていくんですけれども、一応ネットでですね、調べてみました。キャットフードとかドッグフードって食べても人間大丈夫なのかなって。大体は人間が食べても大丈夫なんですけど、一部丸々ミートとか、肉副産物とかそういうものがですね、入ってると人間にもちょっとは害があるっぽいんで、で、この猫の餌の内容物を見てみたんですけども、まあちょっと危ないよっていう風なものは含まれてなさそうだったので多分大丈夫です。だから食べても何も害はないはずです。というわけでね、早速、まず猫用の餌、いただきまーす。猫用の餌は、匂いがきつくて味が薄め、そして生臭いっていう感じでしたね。はい、では続いて犬用の餌、開けていきまーす。せい。なんかめちゃくちゃテカテカしてますね。油のようなものが餌を覆っています。ちょっと匂い嗅いでみましょう。匂いで鼻が持っていかれる。いいですか皆さん。犬とか猫の餌は間近で嗅がないようにかなり慣れてないと強烈です。とちなみにこの犬の餌の主原料はお肉と野菜。だからね、一応食べれるはずなんですけど、ものすごい生臭いです。ちょっと調べてみたところ、犬とか猫っていうのは人間ほど味覚が発達してないらしいんですよ。だから味の細かい違いとかよくわからないんですって。で、その代わり、匂いで食べ物かどうかとかを判断してるらしいので、だから動物の餌は匂い強めで味は薄くても大丈夫みたいな、そういう感じになってるみたいです。はい、という感じでじゃあ犬の餌を食べていきたいと思います。まあ、こっちもね、内容的には全く人間が食べても問題のないものしか入っていなさそうだったんでね、食べても全く害はないはずです。というわけで、いただきまーす。一応犬用の餌食べてみたんですけれども、気持ち悪い。匂いがですね、猫用の方はまだなんか魚っぽさがあったんですけど、犬用の方はね、なんかもうこれ、匂いがドッグフード、もうこれ。あかんこれ。これ人の食べ物って感じがしない。まあ、人の食べ物じゃないんだけど。はい、ということで、そのまま食べ比べてみたら、多分犬より猫の餌の方がまだ食べられると思います。はい。犬用はほんときつい。あとね、両方とも匂いがほんと強烈。辛い。はい、とまあ、ここまでで終わってもよかったんですけども、どうせならもうちょっと手を加えてみたい。というわけで、ひょっとしたら焼いたら意外と食べられるようになるんじゃないかということで、それぞれの餌を焼いてもう一回食べてみたいと思います。はい、というわけでまずは猫用の餌から焼いてみたいと思います。はい、というわけで猫用の餌を火に通してみたんですけども、まあ、見た目は特にまあ大きな変化はありません。とりあえず匂い嗅いでみますね。あ、匂いはいいですよ。いい匂いではないんですけど、なんか独特の生臭さっていうのがなんか消えてる。これならね、匂いは許容範囲内ですよ。もうね、これ匂うだけでえずくってことはとりあえずなくなりました。シーチキンっぽいかなっていう感じの香りしかしなくなってます。これね、匂いを抑えられたのはかなり大きい。もうさっきまでね、匂いでだいぶやられてたんでね、ひょっとしたらこれ焼いたら食べれるんかもしれません。というわけでね、多分いけると思います。いただきます。ん？うわうわうわ、生よりはマシ。でも、
美味しくはないです。なんでかな、やっぱ猫用の餌って人間食えないのかな。いや、頑張って食べようと思えば多分食べれないこともないんですよ。ただね、あんま美味しくはない。でも焼くか焼かないかで言うと絶対焼いた方がいい。独特の生臭さがなくなるので拒否反応が出にくくなります。じゃあ続いてね、こちらの犬用の餌焼いていきたいと思います。はい、というわけでですね、焼いたドッグフードがこちらになります。最初はめっちゃくちゃドッグフードの匂いが強かったんですけども、今はどんな感じでしょうか。匂いはいや、まだ若干ドッグフードっぽさは残ってるんですけど、だいぶね、臭みが抑えられてます。ちょっと人の食べ物っぽい匂いがしてます。意外とこれ食べれるようになったかもしれないですよ。というわけで、まあ多分美味しくなったと思うので、この焼いたドッグフードいただきます。焼いたドッグフードを食べてみたんですけども、まずその1、食感がキモい。独特の油分があるのか、なんかデュルデュルしてて、なんかあんまりこう舌触りが良くない。なんかぐちゃぐちゃしててあんま美味しくない。あとドッグフード臭さがまだちょっと残ってて、やっぱあんまり食べたいとは思いませんね。そして味の方もなんか美味しさを感じない。普通肉が入ってたら旨味みたいなものを感じる気がするんですけど、なんか旨味っぽさがないし、特に塩っ気も感じないので、やっぱりね、なんか犬の餌ってあんま美味しくないのかなって思います。はい、というわけでね、こう犬の餌と猫の餌食べ比べてみたんですけれども、美味しかったのはこちら、猫の餌です。やっぱね、なんか猫の餌は調理したりすればギリギリ食べてもまあいいかなぐらいの味にはなりました。犬の餌をですね、こう焼いてみたんですけども、やっぱりドッグフード感が残って、なんか人間の食べ物ってとこまではちょっといかなかったかなって思います。まあお店で見かけるドッグフードやキャットフードのパッケージはとってもね、美味しそうに見えますが、皆さんはドッグフードやキャットフードを食べないようにしましょう。食べてもあんまり美味しくないからね。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。